はいえー、今回のセミナーなんですけれども、見逃し現金、ブログが10倍効率化する稼ぐ秘密セミナーということで、えー、これですねあの、ブログ初期の方、初期と、まあ、いうか、まあ、その中期になった方もあの1回見直していただくといいと思うんですけれども、初期段階ですごい重要なことをお話します。でこれブログ以外ででもすごく重要 SNS とか YouTube とか何でもそうなんですけど、基本的にはまあアフィエートしたり、自分の商品売るときには、絶対押さえておきたいところなんで、ぜひ、まあ、ブログに興味ある人はもちろんですけど、まあ、SNS とか YouTube とか、ね、あのー、そっちでもやりたい。あるいはブログ諦めかけていて、もう YouTube やりたいんですみたいな、だからそういう方も、ねあのー、参考にしていただけたらなと思います。 一応ね、あのー、まあ、めちゃくちゃ稼いでるすごい成功者とは言いませんけれども、おまあ、どどの収入源も一回は稼いだことがあるっていうね、えー、状態ではあるんで、お伝えできることはあるかなと思っています。あと、まあ、僕の強みとしましては、あのー、強みっていうのは、ま、もともとの経験がない、なんか、もともと稼いでた人がブログに来て稼ぐっていうパターンあるじゃないですか。ね、すごい会社ですごくて、ね。 でまあ、そういうのじゃないんですよね。もう本当にまあ収入があんまない中やってきて、まあ、なんとか運良く稼げたわけですけど、まあ、そういうね、えー、何もスキルがないところからどうやっていくのかっていうね、そういうところもお伝えできるかなと思うんであの、ぜひ参考にしていただければと思います。で、えー、まず項目を作りました。ブログの周りを整える。最初の3記事を丁寧に。商品を,商品をどう売るか考えておく。この3つですね。 一番大事なのはこの3つかなと思います。まあ、もっといっぱいあるんですけど、そのいっぱい書くとあのいろいろごちゃご,ご,ち,ゃごちゃねなっちゃうんで、この3つをちょっと徹底的にお伝えしたいなと思います。はい。で、えー、まずですね、ブログの周りを整える。これどういうことかというと、その初心者の方って自分のできることをまずやろうと思っちゃうじゃないですか。どうしても。これはもう仕方ないと思うんですよ。悪いことでも何でもなくて、あのーまあ、例えばコンテンツを、ブログを書きますとそうすると。 記事を書く。まあ、ワールドプレスよくわかんないじゃないですか、正直で。記事を書くってことをまずやるんですね。記事を書く。っていうことをまずやると。うん、で、まあ、例えば、昨日ご飯を食べました。<laughs> まあ、ちょっとごめんなさい。収益度外視で書きますけど。できること。まあ、これできることじゃないですか。で、これを優先してしまうんですけど、まずやんなきゃいけないことは、例えば利用規約。 だったり、えっ、ー、と、プライバシーポリシーとかね。よく分かんないじゃないですか。プライバシーポリシー。あと、えー、運営者情報ですね。あと、まあ、えー、あと何かあったかな。えっ、ー、と、いっぱいあるんですよ。利用規約問い,問い合わせフォーム。ね。あと、広告ポリシーみたいなあるじゃないですか。 まあどれか一個はないとか、ね、あったりなかったり、まあ、一時期ランキングに関する根拠とかね、いっぱい入ってるあの,のがありましたけど。まあそういうね、言ったらその検索上位のサイト、激戦ジャンルって言われる、まあよく言われる稼げるジャンルの上位サイトなどを見て、フッターに多分大体あるんで、入れると。でも本当に時代によって入れる内容が変わってきたり、なんかだんだん増えてますよね、これ。まあ、あのー、 昔からこうだったんですかね。なんかだんだん種類が増えてるような気もしなくはないんですけど。まあまあ、そういうね、あのー、こういうところを整えていくっていうのはすごい大事なんですよ。はい。なんで、まずこういうところ、初心者の方はこういうところを避けがちなんで、えー、めんどくさいですけど、やっていただくというのがおすすめです。はい。あと、パーマリンクを投稿弁するとかね。別に投稿面じゃなくても、その厳密にはいいんですけど、初心者の方は絶対投稿面がいいと思います。 とかうんあと、そうですね、まあ。カテゴリーの設定とか。最初、身分度になってると思うんでね。そういうところとか。あと、記事公開時は、パーマリンク英語。これ日本語で設定しちゃって、SNS とかに投稿するとき、なんか文字,ば文字が変なんだね。なんか、なんかこんな、こんなんなるじゃないですか。<laughs> よくわかんないですけど、なっちゃうんですね。はい。なんで英語にしなきゃいけないとかね。 はい、そういう、なんてうんですかね、側をしっかり整えるっていうのはすごい重要です。はい、側、側っていうか、まあ、周りっていうことですね。はい。なんで、まあ、これ、検索上位のサイトとかあ、ブログ公開してる人はいないかもしれないですけども、おまあ、そういうところを見て、まずここをきっちりやる。ここを丁寧に。ここを雑にやっちゃうんですよ、どうしても。なんで、分からないから。分からないことを雑にしがち。なんで、ここを雑にしないと。こういうところを一個一個整えていくっていうのはすごい重要です。 まああのー、集中してやれば、まあ、何時間からできると思いますので、こういうところですね。まあ、先に進んでないような作業に見えますけれども、こういうところを整えるというのが大事です。で、次ですね。最初の3記事を丁寧に、これ、超重要性これ、あのー、まあ、正直ここは、あのー、何て言うんですかね。あ、ごめんなさい。これ、ワールドプレイス入れるとか。もうちょっとありました。っ待ってください。今メを、メモ、メモ見ながらやってるんで。 この HTTPS。ね。HTTP になっているときもあるんでね。S にするとか。まあそういうのもありますよね。はい。で、えー、まあこういうのが分からなければ、えー、もしね、ちょっと宣伝になっちゃいますけど、メルマガとかでセミナーとかもやってますんでね。あのー、普通に質問できますんで、質問してみてください。はい。で、えっ、ー、と、次、最初の3記事ですね。これですよ。これ一番お伝えしたいんで、あの、やりますと。えっ、ー、と、ブロガーは、 まあ、特に初心者の方、まあ、初心者じゃなくてもそうですけど、やっぱり、ね、その、惰性になっちゃうんですよ、途中で。ブロガーはにしとく、まあ。結局、惰性になりがちなんですよね。それは僕もそうなんですけど、例えばテンプレが1個できたら、そのテンプレ通りずっとやっちゃうってことですよ。で無、意識してなくても勝手にテンプレみたいになっちゃうみたいなイメージですね。で、てあの良質なテンプレを作ること自体はいいんですけれども、 低品質なテンプレができちゃうっていうか、まあ、例を出しますと、まず、えっ、ー、と、1000文字の、まあ、これ文字数だのあんま好きじゃないんですが、ブログ記事を頑張って書きましたと。で、装飾はリストだけ。で、見出しも作ってないとしましょうね。まあ、初心者なんであり得ることじゃないですか。 中級者の方だったら見出し作ってないとありえないと思うかもしれないですけど、まあ、初心者の方だと見出し作るのも分かんないっていうね、人もいるかもしれないんで。で、なんか、あの、過剰書きだけあって、見出しがないと。で、1000文字のブログ記事を3記事書きました。で、そうすると何が起こるかっていうと、4記事目、5記事目も同じような記事を作っちゃうんですよ。これが惰性ですよね。なんで、1000文字の リストだけで見出し作ってない記事が次々と増や,されて増やされていってしまうというか、量産されてしまうんですね。はい。で、よくも悪くも最初の3記事が基準になると思っています。まあ最初の3記事か4記事か2記事かはですね、そ,そういう細かい問題はちょっとさておいてほしいんですけども、最初の3記事がもう基準になってしまう可能性が非常,非常に高いんで、3記事を本当にその質を上げるっていうのはめちゃくちゃ大事です。 僕、この最初の3記事でほぼ勝負決まんじゃないかなと思ってます。ブログに関して言うと。はい。でも、例えば20記事ぐらい書いている方のブログを添削させていただいたりとかすることあるんですけども、全部直さなきゃいけないとかなっちゃうと、それまでに書いた19記事も全部直さなきゃいけないじゃないですか。これはも結構めんどくさいんですよねあの。直せばいいんですけど、実際は。でもあの、めんどくさいじゃないですか。初心者の方が19記事直すってやったら、あの、まあ3ヶ月ぐらいかかるかもしれないですよね。 で結構めんどくさいですし、なんもうそこでやめちゃうってう可能性もあるんで、できれば最初の3記事を丁寧に。はい、も,うもう、その最初の3記事でもうライターにも採用され、検索上位も取れるぐらいの記事を仕上げておくことがもう極めて重要なんですよ。で、その3記事をちゃんと仕上げておけば、あのこれさっき書いたのは悪い脱線ですよね。よくも悪くも脱線になっちゃうと思うんで。 良い惰性。まあ、惰性は良くないんですよね。でも、まあ、五千これ、文字数はほんと気にしないからださい。文字数が大事なわけじゃないんで。でも、ちょっと分かりやすいんですよ。文字数って。だから文字、文字数にしますけど。記事をあの、そう、たっぷりがいいわけじゃないですよね。あの、なんですか。稼いでるブロガー風の <laughs>、ますか。ブロガー風。ですね。 の装飾。っバラエティーを要素を言いたいんだよね、僕としては。ちょっと面白おかしくやりたいんだよね、本当はね。で、えっ、ー、と、稼いでるブロガー風の装飾で完成。3記事。ねまあ、別に7000文字でも1万文字でもいいですよ。はい。3記事。そうすると、例えばこの A の悪い出声 A さん。A さん、ね。良い出声 B さん。で、悪い出声 A さんの方は、リストしか作ってないんで、 ワードプレスの操作としてもリストしか分かんないわけじゃないですか。いや過剰書きしかできないわけですよ。見出し作るって言われても、例えばこれで100記事作ったとしますね。100記事作っても、見出しの作り方が分からない。まあ、これ極論ですけど、こうなっちゃうじゃないですか。見出し作らずにリストだけで作ってたら、リストのやり方とテキストの入れ方だけは分かりますけれども、まあ、それで100記事いっちゃうじゃないですか。で、私100記事書きましたって言って。 X かなんかで投稿したり、え、すごいですね、みたいな感じになって、私に教えてくださいって言って、教えてあげるって言って、教しようと思ってもですね、見出しが分かんないっていうことになっちゃうんですよ。これ、悪いらせです。え、見出し分かんないですかって言われちゃいますよね。良いらせ B さん。5000文字のブログ記事を稼いでるブロガー風の装飾で3記事です。これ、Twitter で、あ、X で公開したら、え、3記事ですごいですねってなりますよね。 そうですね、ブログ歴、まあ、2か月ぐらいにしましょう。3か月、3期上2か月かかりますすごいですねで、そうすると、これを書いておくと、4記事目も5記事目も、4記事目5記事目も同じように書けるだろう。いうことですね。なりますかね。なりますかね。 で、100記事作ったら、100記事、まあ百記事、これ100記事、これもあんま好きじゃないですけどね。<laughs> もうわかりやすいんでね、切りがいいんでこうなっちゃうんですけどね。ただからあ、良い記事が集まる。あ100記事作ればいいってもんじゃないですよ、本当に。あの30記事ぐらいでもあの上がるやつ上がりますね、本当に。今は。本当にね、あのそのブログのファ,ンファンの人をつけるっていうのは本当大事になってきたなと思ってます。はい、なんでね、あのー、 まあファンがつかないような、あのどこにでもあるようなサイトってどんどん淘汰されていくなというふうに思いますね。はい。なんでもいいんで、なんか面白いなと思ってもらったり、まあ、い1回、2回見てもらえるサイト。はい。1回、2回じゃ、1回じゃダメですよね。<laughs> 1回じゃ、あの、一 <laughs> 回じゃダメなんですよ。<laughs> 3回、4回見てもらえるサイトですね。はい。がいいですね。まあ、あの、このブックマークとか入れるじゃないですか。まあ、僕は、あの、わかりやすい。 言い方で言うとこのブックマークに入れてもらえるようなサイトがいいですっていうのが基本的な方針です。はい、なんとなくわかりますからね。でも、その、あまたあるサイトだったら、もうブックマークなんか入れてもらえないんじゃないですか。ね、なんでね、まあ、その画像が面白いとかねその、なんか、なんか面白いとかでもいいんですよ。なんかジャンル的にこのジャンルやってる、この切り口やってる人いないなとかね。はい。 で、あのー、まあ、稼ぐ点で言うと、ちょっと余談になりますけど、みんながやってないジャンルをやるっていうのは、その、結構ね、ちゃんとね、精査した方がよくて、ライバルがいないからって言ってやって、全然稼げないケースがあるんですね。で、できればですけど、一番いいのは、稼げるジャンルで独自性を出すことです。これが一番いいです。例えば FX とか、まあ、金融系で言うと FX、まあ、クレジットカーより FX ですかね、えー、とか、で行くと、じゃあ FX の中で独自性を出していただきたいんですよ。それが一番いいです。 出せるんで、あればですけどで、まあ、みんながやってないからって言って、じゃあ、田植えのサイトを作ろうとしました。田植え .com みたいな。まあ、田植えは結構あるか。ちょっとごめんなさいね。例えがすぐ出てこないですけど。で、あのー、やっても、あんま案件がなかったりとかね、まあ、その地方からなんか取材を受けたりとかはあるかもしれないですけど、まあ、なかなか稼げなかったりするかもしれないですね。はい、なので、あのオリジナルといっても、稼げるジャンルでオリジナルを出せるの方がいいと思います。 ちょっと余談で、したねで、えーまあ、とにもかくにも、とにかく、3記事、3記事、ね、記事丁寧に、うん、良い打性にしましょうと。言ったらこの、最初ちゃんとやってれば、3記事書いてれば、そこからですね、例えば眠い時とかあるじゃないですか。で、まあ、適当に記事書くという言い方はあれですけど、まあ、ちょっとね、まあ、そういう時もありますよ。でそれでも、7割ぐらいの力で、そこそこの記事が書けるようになるんですよ、こっちの場合は。こっちの7割だと、相当広い記事になっちゃいますね。 ということです。なんで、最初3記事結構頑張って多くて、もうリライト何回もしてもいいです。本当にね、リライトし尽くすぐらいでいいです。うん。1回書いて、まあ3か月後にリライトってよく言うんですけど、あの僕、結構それにが反対派なんですよ。で、確かに、その理論上は3か月後ぐらいにリライトしたらいいんですけど、初心者の場合は、まず、その3か月後にリライトす、何ですか、ね、3か月後にリライト って言えるレベルの記事が書けないわけじゃないですか、最初は。そうです。こっちを書いちゃうわけじゃないですか。であれば、もう最初の3記事段階で、もうリライトにリライトを重ねた方がいいと思ってます。何回やってもいいです。とにかく、稼いでるブロガー風の記事ができるまで、リライトすると。うん。やっぱりね、僕の考えですけど、リライトこそ、記事、執筆、スピード、あ能力、向上。 と思ってます新記事は僕記事執筆能力あんま上がらないと思ってるんですよ。まあ、上,が上がりますけど、上がらないと思ってるんです。なぜかというと、情報収集に追われるからです。新記事は、まあ、情報収集するじゃないですか。このリサーチに追われるんですよ。例えばクレジットカードの記事書きますと。で、じゃあクレーカーどんなんあるかなってリサーチして書いちゃう。そのリサーチで書く。リサーチで書く。そして独自性を入れる。 そこに集中してしまって、見やすさとか、あるいはそのなんかその,その他いろいろの部分がおろそかになりがちなんですよ。なんで、新記事じゃなくて、まああのー、1回記事ができました。で、リライト、リライト、リライトで、その、記事の見やすさだけをこう上げていくみたいな。まあ、見やすさだけではないですけどね。まあ、いろんな部分ありますけども、うん。で、1回3記事は完璧にやったほうがいいと思います。 であのそういうとですね、いや、記事いっぱい書いたほうがいいんじゃないですかって言われるんですけど、あの今の、今って、まあ、僕のずっと言ってはいるんですけど、昔、100記事稼げる時代、まあ、普通にあったんですけど、時代、普通にあったんですよ、僕も稼いでました、これで。で、あのこれ、加点要はなんか、0点から10点の評価みたいな。 まあこれあ、あくまで概念ですから、適当というか、ならしていただいていいんですけど、0点から10点、要は記事書いても0点、悪い記事でも0点で、プラス10点があって、記事書いていけばいけほど、加点になるっていうイメージです。これ、イメージなんで、全然違いますよ。で、今、今ですよ、今は、マイナス10点から、マイナス10点から10点というイメージです。なんで、記事書けば書くほど、プラスになるとは限らないんですよ。 最初の3記事、例えば悪かったら、マイナス30点スタートかもしれないです。じゃあ、それを取り戻すために、例えば3点の記事を積み上げたとしましょう。そしたら、なかなか大変ですよね。このマイナス10点がめっちゃ足引っ張る,っ張るみたいな。まあ、綱引きイメージしてもらいたいんですよ。逆引っ張るやつがいるんですよ。<laughs> 綱引きでこうやって、こう。こう3人、三記事ぐらいこう逆引っ張ってるんです。戦えないですよ、なかなか。それだと。綱引きです、綱引き。 昔は綱引きじゃなかったんですよ。今、綱引きなんで、マイナスのなんか、記事 ABC がマイナスのやつらで逆方向引っ張ってるんで、あのね、勝てないですね。そうです。裏切り者がいるんですよ。だからあの、質の悪い記事はい、ね、裏切り者扱いなんですよね。<laughs> 今、初めて言いましたけど。でも、なんで、まあ、あのー、 いろいろな面でね、本当はプログラミングとかね、HTML コードとかね、まあ、その辺も、ね、踏まえてやった方がいいんですけども、副業レベルで言うならば、ばそんなんできないんで、正直。たぶんですけどね。なんで、あのこのあたりを意識していただければあいいかなというふうに思います。で、最初の3基準を丁寧に言っていうのは、これ裏切り者を出さないためです、はい。裏切り者を出さないため。っていう感じですね。 で、あと、ブログ初期でやっておきたいこと、これ最後です。商品をどう売るのか考えておく。これが重要です。で、このど,どう売るかって考えるときに大事なのは、まず商品の企画です、ね。なんか比較表みたいなのを作っておいてください。まあ、最初にですね、おすすめ10選みたいな記事を作るのは結構おすすめ,すすめ10選10選みたいな記事作るのは結構おすすめおすすめ おすすめのおすすめですね。はい、で、えっ、ー、と、おすすめ10選みたいな記事を作るには結構おすすめです。作るのは結構、作るのははい、まあ。おすすめ10選みたいな記事を最初に作っておけば、その商品の比較を、まあ、ね、やんなきゃいけないじゃないですか。そうすると、なんか、その商品のよし悪し,しっていうのがね、見えるようになってきますということです。はい、次ですね。次が、あの、まあ、これこそどう売るかなんですけど まあ売り方、まあ、最終的にはお勧めしないといけないじゃないですか。で、そのお勧めするときに、その記事執筆するあなたが、どうやって売っていいか分かんないってなると、非常に厳しいですよね。だって分かんないまま記事書いてるんで、それは売る、こっち側からしてもよく分かんないじゃないですか。その見る側としても。例えば、あのー、ですね、なんかデパートとかで、今,も今やってるのか分かんないですけど、なんかパンを売ってるとしますね。なんか売ってる人がいるで、試食コーナーみたいに。 で、あの、僕がですね、このパン何がいいんですかって聞いてですね、で、どう、どうるか分かってない人が立ってたら、その、分かんない、多分喋れないですよ。これ、このパンずっと試食させてるけど、どうったらいいんだろうみたいな。そんなんではちょっと難しいじゃないですか。これ多分、これうまいのかなみたいな。<laughs> ね、あの試食さ、ね、試食してもらってるけど、まあ、雇われなんでね、しょうがないのかもしれないですけども。 まあでもね、そういう状態はなかなか売れないんですよね。で、ブログもまあ、あの一緒っちゃ一緒で、まあ、とにかく、どうやってこの商品売るかっていうのを考えてからスタートしないと、考えないまま記事書いても、それこそ質の良くない記事になっちゃうんでね。はい。良くない記事になっちゃうんで、ちゃんとこの辺はどう売るのか考えておく。で、これわかんないと思うんですよ、最初は。 わかんないんであれば、その商品について調べた記事をちゃんと見て、自分の記事を見て判断できるようにしておくみたいな。おすすめ10歳の記事書きましたと。で、その記事を見たときにあの、これがいいなって思えるような記事を作っておくことですよね。で、あじゃあ、この商品はこれ安いから、まあ、とりあえず安いからにしますけど今、今はね。まあ、安いから、まあ、他とねあの,他の商品と比べてもスペック変わらないんですけど、安いみたいな。 はい、だったらこれでいいよねみたいな。ね、そういう売り方でもいいですよ。なんでね、そういう感じで商品を比較して、自分だったらこれ買うなでもいいんですよ。自分だったらこれ買うなが個人ブログの方は一番いいかもしれないですね。なんでそういう着眼点でどう売るかっていうのを考えていただいて、で、それから記事を量産していかないと、何もわかんないまま記事を量産していくと、多分結論がね、 その記事全体の結論が見えにくくなるというか、売り方分かってないんで、ちょっとたどり着けない、なんかよく分かんない結論で終わっちゃうと思うんで、あのー、この辺を考えてからスタートするのがおすすめです。で、このあたりを考えておくとですね、基本的にはまあ制約、まあ、細かいキーワード選定とか、いろいろあるのかもしれないですけども、最終的にはその商品をまあどう売るのか、どう売るかっていうよりも、必要な人に届けるというイメージですよね。 ここ,ここのコンセプトがしっかりしてるブログだったら、まあ、記事をちゃんと書けば、基本的にゼロで終わることはないでしょそのゼロ報酬で。数万円は稼げるはずです。個人ブロガーの方でも。なんで、えー、このあたり、ね、意識していただいて、まあ、キーワード選定とかね、細かい技術はあるんですけども、まあ、一番対局として大事なのは、まあ、最後にお伝えすると、今の時代、ね、ブログで読者の悩みを解決できるか。 もうこれが全てですよ。なんで、ブログ全体ですよ。はい。なんで、細かいキーワードを拾い集めるような戦略も、まあ、昔僕言ってたんですけど、今、あんまりやんないほうがよくて、とにかく、今、抱えている読者の悩みを、そのワンサイト全部で解決できるか。ね。そう。だから、僕は例えば、あの、たけのブログ、あのブログみたいな、やってて、ブログの、あの、例えば月1万円で、 1> あの月1万円、01を達成するのに困っている人のために届けますみたいなね、ブログを作ったとしますね。そしたら、01で悩んでいる人は、そのブログ見てくれるわけじゃないですか。逆に、もう月1万とか2万稼いだ人は見ないわけじゃないですか。はい、だから、01で悩んでいる人があの,の悩みが解決するようなブログをあの作っておけばいいってことです、うん。もうちょっとぐらいで欲しいですね。例えば、野球が上手くなるとしますね。 で、野球がうまくなりたいって言っても、そのレベルがいっぱいあるじゃないですか。例えば、もう高校生で、甲子園に出るレベルでうまくなりたい。であれば、まあ、相当高度なことを書かなきゃいけないです。はい。ですね。で、えー、少年野球レベルだったら別に、少年野球で、まあ、なんか普通に、あのー、レギュラー取れるか取れないかぐらいまでレベあ、あのー、頑張りたいっていう人は、そのレベルのブログでいいんですけども、基本的には、悩みが濃い。悩みが深い。 意識が高い。に向けて、えー、記事を作るあの、ブログを作るのがおすすめなんでではあので、例えば甲子園に行く野球、ね、あの人って高いバ、バット高いの買えないか、今、なんか新記事の場となっちゃったからできないかもしれないですけど、まあ、お金かけるじゃないですか。まあ、美容の意識が高い人は一番例が分かりやすいかもしれないです、ね。お金かけるじゃないですか。意識低い人ってお金かけないんで、アフィリエイト制約,、ね、制約しないんですよ。 まあ制約次第っていうか、制約はするんですけど、ね。稼げるのはこっちかなっていう感じです。うん、で、悩みが深い。まあね、悩みいろいろありますけど、もう本当に深刻に悩んでる人に届ける。はい。いや、このブログがあって私は救われたみたいなね。それができればいいですね。で、そこにアフィリエイト案件があれば稼ぎやすいってことです。うん、まあ、いろいろありますけれども、一番大事なのは、この最初の3記事かなと。皆さんがね、すぐ。 対応できるのは、この最初の3記事、丁寧にだと思いますし、いいまあもう10記事以上書いちゃったという方もね、3記事ね、自分の書いた10記事のうち3記事どれでもいいんで、あのなんか一番重要そうな記事3つ選んでいただいて、1回ね、立ち止まって、あのリライトするっていうのがものすごく重要になってきますんで、ぜひね、それをやっていただければと思います。最後に告知あるんですけれども、概要欄にね、あのメルマガがあるんですよ。で、メルマガで、あのたなんか、いろいろ、 ね、あのセミナーの告知だったり、い,い,いろんな情報であったりをお,お,お伝えしますで、まあ。ブログ以外にもね、結構僕は本当にいろいろやった経験があるんで、えー、本当はね、いろんな情報発信したいんですけど、今はブログメインになっています。ということで、えー、登録いただけたら嬉しいです。あと、チャンネル登録ですね。えー、YouTube ライブもね、毎週できるかわかんないですけど、できる限りやろうと思ってますので、基本的には土曜日の夜20時からやろうと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上です。 ありがとうございました。